よろしくお願いいたします。えー、今回はあの古仏前にはなぜ菊の花を備えるかとまあいうお話をしようかと思います。えー、あの別にですね菊じゃなくても構わないんですけどもまあ代表的なものがやっぱり菊というふうに言われます。であの日本ではですねあのまあ 皇族が十六門,門にとかったりして非常に馴染みの深い花ではありますけどもあの調べてみましたらあの菊っていうのはもともと日本に自生している花ではなかったえということです。中国から持ち込まれたということですがえこれはいつ頃かというとあの平安時代らしいです。 それなぜわかるかというとあの和歌とかを見ると平安時代以前の歌には「くという言葉が出てこないで「るんだそうです。であの皇族の花」というふうに今,今なってますけども、えー、これはですね後鳥羽上皇が聞くというのを非常に好んであの身の回りのものにあの気候をデザインしたものをこうたくさん用いたと。 まあいうとこだからこれはあ,のまあ,あくまでもまあ推測でしかないんですけど、あのー、仏教ではあの仏教を象徴する花としてですね蓮の花っていうのがあります。で蓮の花はですね、あのー、えー水の中じゃないと咲かない。えー、ですが菊はまあ要するに水の中じゃなくてもまあこう咲かすことができると。 いうところからまあ蓮によく似た菊というものが用いられるようになったんではないかなということです。それからですねあの、まああのまあ、実用的な話をすれば菊っていうのはなんか非常に栽培がしやすいそうでえこう身近にある花としてですねあ,の、まあ、ある程度こう安い値段で手に入れることができると。 まあいうことと何よりも、まあ、大きいのはですね長持ちするっていうのが一番大きなところであの他の花だと、まあ、すぐこう枯れてしまうけども菊だったら、まあ、ある程度持つと、まあ、いうようなこともあるようです。であの,、まあ、あのまあこの菊で <laughs> 思い出したんですけど私のですねちょっとまあこう幼なじみというかいう女の子がいましてその子が話していた話なんですけど。 あ,のある時にまあ,あの結婚して旦那さんに「えー、自分の誕生日だからあ花を買って帰ってきてほしいと」と、まあ、こういうことを言われたで旦那さんはあの銀行員で非常にこう忙しい方だったんですねでまあこう、まあ、それは頭にあったんですけれども一日仕事で夜遅くなっちゃったと、えー、そしたらですねもう,こう夜遅いんでもう花屋さんもやってないと、えー、まあでもまあ コンビニに行ったらです、ね、花があったって「あちょうどよかった」と言ってその花を買って帰ってこうその彼女にあげたとしたらですねその花がですねあの仏様に供える花で, <laughs> で あんたは私死ねって言ってるのかと <laughs> まあこうコミュニケーションを取って仲良くしようと思ったら逆,逆効果になっちゃったとまあそういう話を聞きましてあのそれを聞いて笑ってしまったんですけどでもこういうことって結構男の人多いんじゃないかなとあの花なら何でもいいやみたいなのがあってそれはもちろん時間があってですねあのそういうんで昼間でも花屋さん行けてですね花屋でまあこう,まあこう聞いてまあそういうのを 用意できれば一番いいんですけどそれができなかった状況とかで帰りにコンビニでこう見つけて花をそのままあげたらそれがですねあのそれを菊とかそういう仏さんにそれえる花だったということを聞いてです、ね、これはあの、まあ、こう反省しなきゃいけないなと男としてやっぱり自分も多分そういう同じ立場だったら同じことをやったんじゃないかなと、まあ、こんなことをまあこう思ったんですけど菊、まあ、についてはですねあの、まあ、あの花言葉は好、ま、奇、あ、と。 いうこ,とでまあ、これもですねあの、まあ、仏様に対するこう敬いというか、えー、そういう意味でも、まあ、こう非常にこう優れているというか、まあ、ちょうどぴったりくるものだということが言えると思います。それからあの日本ではほでか、ね、にも菊、ね、というとです、ね、あのパスポートの、まあ、表紙があの菊のマークであったりです、ね、あと、まあ、今はどうかわかりませんが50円硬貨。 な菊のデザインが入っていたり、あとまああの競馬で菊花賞とかいうのがあったりですね。あのあとまあ勲章ですね。勲章でも菊花賞っていうのがあってですね。まああのまあやっぱり菊っていうのはこう非常にこう馴染みの深いものということが言えるかなと思います。あとまあ他にもですね。あの花札なんかでもこうデザインが入っていたり、あとまあ。 あちこちこです、ね、菊人形とかですね、まあ、菊祭りとか、まあ、そういうものもあるんで、まあ、人非常にこう日本人にとって親しまれた花だということがいえます。またあの、まあ、食用菊なんてのもありますから、まあ、食べたりできるようなものもありますんで、まあ、そういう点でもこう非常にこう安心できる花と、まあ、いうことが言えるかなと思います。であの まあもちろんあのさっきも言いましたようにお花っていうのは菊くだけじゃなくて構わないんですね構わないんですが、まあ、ただ唯一使わないのは椿です。 えー、椿っていうのは首がポロンと落ちちゃうんで、まあ、こう不吉だとか、まあ、その死者の世界に連れてかれちゃうとか、まあ、そういうことを言われて、まあ、こう椿だけは使いませんが、まあ、それ以外、まあ、他のものを使っても別に構わない何よりもまあやっぱり大事なのは、まあ、その人の心、まあ、気持ちっていうものが一番大事にされるところなんだろうというふうには思います。で、まあ、あとですねあのなんですかねあの、まあ、調べたところによると。 フランスとかポーランドクロアチアではですね墓にはですねやっぱり白い菊を備えるこれは何だかよく分かりません何でかよく分かりませんが、まあ、やっぱりお墓には菊を備えるというのはなんとなくこう感性的にあるのかななんていうふうに思ったりもします。であの,、まあ、あのまあそんなことでまあハスに似てるとか、まあ、そういうこともあって菊っていうのが広まっていったんではないかなと。 まあいうふうに思っています。であのあとよくあのこれも前にも言ったことあるんですけど。仏さんにお花を供える時っていうのは仏さんに向けないんですね。花は。要するに。供える側から見て綺麗に見えるように備えてあるんです。あれはちょっと不思議なところなんですけど。これはまあ、こうまあ聞くところによると、仏様っていうのは無欲だから。まあ、別に何をもらっても本来嬉しいものではなくて。 その心を受け取るんだとだからあの備える人が見た時に一番きれいな形で見える方向を向けていると、まあ、そういう話を聞いたこともありますし、まあ、一つお花を供えるとか、まあ、そういうことに関してもですね、まあ、ちょっといろんな思いとかそういうものがあるんだなということで、まあ、今日はちょっと菊についてという話をさせていただきました。